千葉県立東葛飾中学校、高等学校は、千葉県柏市朝日町3丁目2番1号に、所在する県立、中学校、高等学校、併設型中高一貫校、通称は、東渇。JR 常磐線、東部の田線柏駅から徒歩10分、国道6号沿いに位置する。茨城県、埼玉県の県境に近いため、 隣接県特例により、茨城県や埼玉県からの入学が可能。県立千葉、県立船橋とともに、千葉県公立後三夜と呼ばれる。2007年度には、千葉県進学指導重点校に指定され、大学との連携講座や教師陣による講演を行う、統括リベラルアーツ講座の実施や、深度の非設置など、様々な発展的活動を展開している。 この学校の特色は、生徒からの要求書により中間試験を行わず、学期間を通じて、講座を期末試験しか行わないことであったが、2009年度に2学期制への移行により、前期、後期それぞれ中間テストと、期末テストを1回ずつ、計4回の定期テストが実施されている。校則よりも生徒が作り上げた、自主規約である、自治用校の方が多く、 生徒手帳に全文が記載されている。この自治要校は2007年度に生徒総会での長い審議の末に大幅改正することが決定し、2008年度から施行となる。校座は自主自立。学校行事は自主形態の決定や器具の準備なども含め、一から生徒主体で作り上げている。特に三大祭りと呼ばれるスポーツ祭、合唱祭、文化祭では、 それぞれの行事委員会の下で入念な準備がなされている。また行事を実施して終わりではなく反省点や次年度への課題などをまとめた総括の提出が求められ、それらをもとにより良い行事の開催を作れるよう努めている。また、討論会には特に力を入れており、生徒会拘束をかけてまで話し合うことがある。生徒会拘束とは明確な規定ではないが、これのかけられた 時間内に下校すると相対扱いとなる。そのため放課後にある生徒会拘束付きの討論や選挙時の演説会に対しては予備校や塾に通う生徒から時折批判が寄せられる。1970年代の学生運動の影響を受けそれ以後、服装については学習の場にふさわしい服装を定めているのみの千葉県内唯一の私服校である。卒業式では 三年間の学校生活を服装で表せる、要卒業生に清掃の義務付けをしておらず、多種多様な服装で出席する姿が見受けられた。校歌の他に緑バータが歌い継がれており、生徒にも親しまれている。政治、行政学術、研究スポーツ文化、芸術芸能、マスコミその他。ありがとうございます。